皆さんこんにちは。株式会社クロの現役デザイナー兼社長のボブです。本日はフォトショップ編第10回目で、前回の動画で作ったお正月バナーの情報設計をもとに、今回は実際にバナーのデザインをしていきたいと思います。で、まずやることですが、参考になりそうなクリエイティブを複数枚探していきましょう。この目的は、デザイン初心者の方はそもそもどのようなデザイン表現をどのシーンで使えばいいかわからず、該当の作ろうとしているクリエイティブに対して一般的なトンマナがわからないので、それを調査するためにやっております。また前回作った情報設計の段階でバナーに謎の余白ができてしまっている場合、それは情報設計がまだ完了していない状態で、このまま進めてもバナーを作ることができないので、前回の動画を見ながら情報が伝わりやすいように構成されているかを再度ご確認ください。それではまずメインの訴求文言のところから着手していきます。メインの訴求文言についてはイラレで削除をした方がいいので、初売りセール、こちらのテキストを最初にイラレで打ち込んでいただき、参考になりそうなクリエイティブに近しいフォントを Adobe フォンツか Google フォンツで選んだ後にアウトライン化して、それにお正月安売り感のあるモチーフを合わせて作字するようにしましょう。今回のクリエイティブはお正月用のクリエイティブなので、色味は白か赤か金にして、フォントはお正月自体が日本のイベントなので明朝体を使った方がトンマナ的に良さそうです。そしてお正月のトンマナを意識して作字した訴求文言がこちらです。イラレで訴求文言の作字が終わったら、このオブジェクトをフォトショップの方にコピー&ペーストでスマートオブジェクトで配置します。次に今回のメインで伝えたいサブ訴求の最大 60% オフを作っていきたいと思います。ここは今回のユーザーフックとなるところなので、 60% のところはイラレで文字の太さの調整をした方がいいかもしれません。で、できたサブ訴求がこちらです。バナーの左側にバッジのような表現で配置してあり、さらにタイトルよりも目立つ形でどれくらいオフになるかがすぐ分かるように大きさを調整してあります。次にベタ打ちでもいいですが、タイトルの近くにイベントの開催期間を配置するようにしましょう。訴求文言とサブ訴求文言の配置ができたので、次はお正月らしいバナーの背景を作っていきます。実は柄にはそれぞれ意味があり、特に和柄は数が多くてそれぞれにちゃんとした意味があるので、今回の動画では詳しく紹介できませんが、そういったところでクリエイティブに意味を持たせてあげてもいいかもしれませんね。ちなみにお正月でよく見る和柄だと市松模様、これは色の違う正方形を互い違いに並べた模様で、西洋の柄でいうとブロックチェック柄です。意味としては子孫繁栄や事業拡大という意味があるので、お正月のお祝いにはぴったりの柄ですね。他には青貝模様、これはどこまでも続く波がモチーフの模様で、意味としてはどこまでも続く波のように未来永劫穏やかに暮らしていけますようにという意味が込められています。あとは鞘形文様、これは万字という漢字を斜めに崩して平面重点でレイアウトした文様で、意味としては万という数字がどこまでもつながっているので家や事業の繁栄が長く続くということを意味が込められています。今回は一番メジャーな市松文様をイラレで作って背景に配置していきます。で、最後にですが、お正月のモチーフの梅の花をイラストレーターで作成してできたバナーがこちらです。まず 60% オフに利用者の目が止まり、次に初売りセールなんだということが分かり、画像をクリックさせるというストーリーになっています。また前回のバナーデザインの動画の後、同じ感じで自分の生徒にバナーを作っていただいたのですが、レイヤーの整理が全くできていなかったので、一応今回どのようなレイヤーで作っているかをご紹介しておくので、ぜひ参考にしてみてください。イラレの時も言っていたのですが、レイヤー整理は本当に大事です。次回の動画もシーズナルなクリエイティブで、バレンタインをテーマに、またバナーの訴求文言と情報設計、バナーデザインの2回に分けてまたクリエイティブを作っていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイー。